こんにちは、ドクターネックスです。さあ、ガチャが来ました。しかも今回のガチャはかなり熱い。キャラクターは地属性近距離バラガン、即属性、遠距離ザイルアポロ、そして、技属性ワンダーワイスで、ワンダーワイスはソウル特性が非耐性の、星6になると 100%、 バラガンはクールタイムと、そして、今回一番の当たりだと僕が思ってるのはザイルアポロ、通常攻撃が 25% アップになります。星6だとザイルアポロが欲しい。ザイルアポロ欲しい。来たよ。研究の成果を披露するのは科学者として当然の義務だろう。完全に飯まずで左遷。いやー、ごっつぁんっす。もう聞かなくていいや。バラガンも欲しいけど、おそらくね、僕が考える今、月末とかアイゼンがリメイクされないかなとか、ちょっと考えて、あー、でもあれだな、リネットが、星4で入ってるんで、そこが欲しいかな。いや、どうすっかな。まあ、もう10連ぐらいしとくか。私たちは他のエスパーダとフラシオンとは違うんだ。はい、もういいか。もう俺結構満足だわ。もう、いや、もう正直か、もう勝利でしょう。ザエルアポロ10連でザエルアポロとリネット引いて、もうこれは撤退でいいんじゃないかな。いや、こいつ継承で使えるんですよ。通常 25% アップにして継承でも使えるし、ユニットは弾回収っていうね。バラガンどうすっかな。ちょっとお試しやってみましょうか。わしが相手をして、いや、絶対強いよね。いやー、強えわ。死の息吹レスピラ、くだらん。強いわな、マジで。星5でこれだもんな。かっこいいし、ワンダーワイス。多段だな。まあ正直あまり魅力は感じないかな。さあ、バラガンを追うべきかどうか。まあ、考えようによっては次のピックアップまで待たなきゃいけないとかいう状態なんで、まあもう回くらい引いていいか。いや、 1% でさ、その出るってなかなかないじゃないですか。闇なめだととてもじゃないけど 1% なんてなんないし、まあもう一回だけ言おうか。今度はバラガン陛下が欲しいんです。バラガンです、カモン。
はい、お疲れ様でした。もうやめてよかったね。はい、他のキャラも出ないんで、まあ、20連で、まあ、もう一番欲しいと思っていたザイルアポロが出たんで僕は満足です。こいつをケンパチに継承とかすると鬼強いと思われますんでね、サクサクっとレベルを上げていきたいと思います。まあ、あんま長くなってもあれか。まあ、もうキャラクターはたくさんストックあるんで、すぐに、あ、そうか。覚醒の確認をしましょう。誰が必要なのか。バラガンには、新しく出たオーマイダとソイフォン。ザエルアポロは、新しく出たウリュウと、マユリ。全然マユリが足んねえな。ワンダイワイスは、ヤマジーが多いですね。で、ちょっと、ウリュウ周回していきますわ。今回はここまでです。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。